ハブ系は、車のホイールの中心にある穴の直径。センターボアとも呼ばれる。ハブ系は、例えば車のホイールを交換するときなどに重要となり、交換するホイールのハブ系より車のハブ系が小さく、ないと装着できない。また、交換するホイールのハブ系と車のハブ系を合わせることにより高い精度で回転中心を出すことができる。 特にに PC ラグボルトを使用している輸入車では、ハブ系を合わせないと高速走行時等に、ハンドルのブレや振動が発生する場合があるので、注意が必要である。メーカーによって、ハブ系は異なる。スバルの 56mm、フォルクスワーゲンとアウディの 57mm、メルセデスベンツの 66.5mm、ポルシェの 71.6mm、 BMW の 72.6mm 等である。また、同じ自動車メーカーでも車種によって、ハブ径が異なる場合がある。 トヨタの 54mm と 60mm、ホンダの 56mm と 64mm、日産の 59mm と 60mm と 66mm、マツダの 54mm と 67mm、三菱の 56mm と 67mm、等である。多くの社外品ホイールのハブ径は 73mm から 75mm という、 大きな値に設定されており、あらゆる車に装着できるようになっている。またハブセントリックリングと呼ばれるパーツを装着することにより、より高い精度で回転中心を出すことができる。ありがとうございます。